スネオンライン話し会もあと2日後。ポケモン見なきゃいけない。ポケモンぜひ、あ、そう、今日の6時にあの HKT の6期生ハウス6期生トットーとチャンネルにあのポケモンカードを開封した動画、ヒーローと開封してる動画があのアップされてるので、ぜひぜひ見に行ってください。ぜひ見てください。なんか6期生ハウス、今まで先輩たちをお招きしてやることが多かったんですけど、今回はヒーローと2人だけで、しかも今までバラエティーとかじゃなくてポケモンカードをただ開封するだけの動画なんですけど、ぜひ見てくださると嬉しい。すごいたくさん皆さんが見てくださったら、もしかしたらレギュラーになったりするのかもしれなくもないので ぜひ見てください。ダイパ世代です。ああ、私はブラックホワイト世代で、まだヒーローと一緒ですね。多分ヒーローがダイパ世代。目はかゆい、花粉症、ちょっと若干かゆいかもしれない、ごめんなさい。対戦はしてないんだ。次回とかなんかいろいろ考えているんですけど、でも皆さんがたくさん再生してくださったらその可能性が増える 赤緑です。赤緑、ああ、し、赤緑で読み方が合ってるのすらかすらもわからないぐらい。赤緑、赤緑世代、あ、みんな赤緑であってのレッドグリーンとかそういう感じではないよね。金銀とかそういう感じです。ポケカ買う人並んでたね。なんかあのポケモンカードはなんかスタッフさんがいきなりなんかポケモンカードにハマったというか、これからやってみようと思い始めたらしく、それで本当にいろいろ、本当にいろんなご縁重なりまして、私がポケモン好きってっていうことがちょうどそのスタッフさんとのところに伝わり、そこからいきなり開封動画を任せていただけることになって、それ一人だったんですけど、当初なんか私一人じゃ遠くか不安ということで誰か呼ぶってなって、ヒーロー呼んで2人で開封してます。大姫のフォースが天神に来るのか 天神に行く、天神に乗ることになりました。赤緑初代、後に青が出た。うーん、そうなんだ。 HKT のポケモン担当、ポケモン担当になりたい。レアちゃんが見つかってしまう。見つかってほしい。一人で会話寂しいですよね。私もそれ思った。2位おめでとう、ありがとうございます。2位だから、発表の瞬間はお外に行ったので、ちょっとお仕事あり、私お外で知って、そのままもうパパパパパってやって、ツーショット撮りたい。ぜひ私のツーショット撮ってください。親や猫には報告した。親は発表の後すぐメッセージ来ました。おめでとうって。おめでとう、泣けたね。泣けますね、本当に皆さんありがとうございます。なんか毎日毎日画像作ってくださったり、神レアタイム告知してくださったり、その周りのその推しが立候補してない方とかに言って回ってくださったりしてるのを見てましたので、ツイッターで本当に感謝の気持ちでいっぱいです。普通に楽しかった よかった。いくのちゃんが俺配信でめっちゃ喋ってたよ よかった、いくのちゃんめっちゃ喋ってたの、よかった。いく
かわちゃん最初ショールームができないってめっちゃ悩んでかわいい。りーちゃんの頑張りの結果ね。いや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 、そんな本当に皆さんの皆さんが毎日頑張ってくださった結果なので、なんか最終リクエストチケット枚数100万、多分数え間違いがなければ100万超えてたので、なんかすごい本当にありがたくて、昨日のメール泣いた。そう、なんか今日お仕事あって、なんかメール書けないかもしれないと思って、昨日思ったことをボって書いたんですけど、ちょっと今日もメール間に合ったら書きます。間に合ったら書く。メールからも気持ち受け取りましたで、ね、受け取っていただけてたら嬉しい。順位がずっと安定してたんで、そうですね、最終ラウンド3位だったらしいんですけど、2位3位3位とリクエストの枚数もずっと安定して高くて、本当皆さんの加減。嫌な星座の絆嫌な星座なんてつけてたっけ嫌な星座なんかいた、ハンチャンズか、ハンチャンズ。アイヤ撮影のオフショット待ってます。ちょこちょこ出していきます。頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。そろそろファンの呼び名でも決めませんか。ダサくないですよ。ダサくはないですけど、多分イクノちゃんとかだったらイクノいいんですけど、私ヤナセって言われることなかなかないので、どちらかといえば下の名前で決めて、ファンの呼び名ちょっと決めるのはちょっともうちょっと先になるかも勝手に名付けてみた勝手に名付けてくださった。ファンの名前を決める会みたいになっちゃって、下僕いやそんな、え、これそうなんかな。ゆうさんタワーありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ゆうさんありがとうございます。ゆうさん、どのゆうさんだろう。ゆうさんありがとうございます。タワーありがとうございます。なんか言うね、ゆうさん、ど見た、なんかゆうさんいるんですけど、ショールームでなかなか見ないかも。ゆうさんありがとう、ほらありがとうございます。ゆうさん、どのゆうさん、あのゆうさんやと思う、あのゆうさんかあのゆうさんか。12回言っちゃったか。ゆうさんありがとうございます。少ないんですがリクエストさせていただきました。ありがとうございます。すいません、本当にたくさん皆さんリクエストしていただいて本当にありがとうございました。お姉ちゃんからも昨日メッセージ来て、658枚リクエストしておきましたみたいなメッセージ来てました。一生分言っちゃった。そう、ショールームってなんかアイコンがなんか結構決まってる感じするので、なんか決まってる、なんかその独特なアイコンなので、なんか名前同じ方たくさんいるので、ぜひ。どのゆうさんにも届いたと思う。どのゆうさんにも届いたか、それはよかった。今回のためにラビリンスを選んだけど結構ガチ勢になった。本当ですか。私も今回でガチ勢になりました。めっちゃガチャ回してしまった。何も考えずガチャ回しちゃって。昨日また手紙出した。届くの楽しみにしてます。アバター。そう、アバターです。自分のレベルの低さいない。もうなんか、初め、お母さんとお姉ちゃんは、もちろん今回から始めたんですけど、そのずっとポチポチやってくれてて、お姉ちゃんがやってくれてるのとか知らなかったんですけど、メッセージ来てて、なんか、
友達、中学生時代の友達からもなんかリクエストしましたみたいな、画面のスクショと一緒になんかグッみたいなメッセージ来てて、なんか本当に本当にすごい嬉しかった。ガチです、ガチです、ありがとうございます。家族も、家族も柳崎、ありがとう、柳崎のおかげ、みんなで掴み取った2位です。いや本当に皆さんのおかげです、本当に頑張ってくださってありがとうございます。ナイスレナ柳瀬ゆずってねえ、ちょっと公式で柳瀬ゆずになっちゃいそうなんでやめてくださいやめてくださいちゃんと一緒の目標を目指して幸せでした。いや本当になんか結構長い期間ずっとなんか緊張、私はずっとただ緊張してただけなんですけど、皆さんずっとなんかポチ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 して、ずっと多大な時間と労力とお金もかけてくださった方もいらっしゃって、本当に本当にありがとうございます。髪がボサボサすぎる、お礼配信本当にごめんなさい。嫌な星座なんだ違います、やばいやばい、名付け親になっちゃう、本当に本当に名付け親になっちゃいますよ、やばい、どうしよう、髪が、時間と労力と体力も使った気がする、体力も使いますよね、本当に本当にありがとうございます、本当に皆さんずっと頑張ってくださってありがとうございます。ヤナセイズはちょっと、ヤナセイズって言われてますよ、言わないでください、言わないで、なんか今日丸メイクしてないです、ごめんなさい、あまりこの前のモバメの TikTok トロフィナーレの直前の髪よりましよ、それは確かに、それはそう、それはそう、ごめんなさい本当に、でもちゃんとフィナーレは本当にメイクさんのおかげで綺麗な髪で出られたので、姫のあの髪はすごかったですね、あれに比べたらもう何でも何でもボサボサじゃない、すっぴんなの一切してない、なんか時々本当になんかごめんなさいみたいな、時間がなくてパパパってやっちゃってみた時は若干してるんですよ、なんかもうなんか眉毛とかなんか目とかやってるんですよ、本当に今日何もしてない、本当にごめんなさい、キューティクルがはっ、やめて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 くれ、あと1回で倒せるのに奥義出るときは一番慣れた、え、わかります、それと私本当にバカなんですけど、あと一発で倒せるのに謎に3倍攻撃ポチって押しちゃうんですよ、意味わかんない、意味わかんないんですけど、それが結構何回もあって、それが一番きつかったね、まだ考えてる人いるレイレイ対話って言うんで、レイレイなんて呼び名ないですよ言われたことない、まだ考えてる、6倍ハンマー使ったわよ、あと一発で、それはちょっと確かにちょっとダメかも悩みますね、それは、それ分かる、焦る、そう一回、え、もうやばいやばいやばいって戻るボタン押して、え、戻れたって思うんですけど、結局1倍に戻しても結局3個使われてるやつ、2倍3倍のボタンが近くて、ごめん、いや本当にそれ、本当にそれなんです、明後日お話楽しみ、ぜひ楽しみにしててください、服何にしようかまだ迷ってる、それは戻れん、いや戻れん、戻れなかった、
よくできた。スーツ下ろすか。なんか前に言った気がする、そんなスーツに直接おめでとう言いますね。ぜひぜひ言いに来てください。お願いします。王様バナナが意外と理屈系が過ぎた。そうなんだ。もう持ってるコイン全部ガチャに使った。本当におバカさんなので王様バナナ買えなかった。会場のお話し会ならレイあっちゃんと推しと仲良くなれるのに、会場のありがたいことに全部完売出てて、もうあのもう撮ってたら仲良くなれます。リングは買わなかった。プチリングでやってましたね。プチリング、あの15分間のやつ使ってなかった。もうちょっとちゃんと予備知識持ってからあのコイン使えばよかったと一番反省しております。ということで9時55分になったのでランキング見ます。本当にありがとうございました。青島1回リクエストつけて40枚。え、そうなんだ。え、ちょっと待って、それは次回ちょっと絶対にやんなきゃいけないやつだ。ということでランキング見ます。13位岩岡ちゃんさんありがとうございます。12位大くんさんありがとうございます。11位ゆうあさんありがとうございます。10位ラオッチアット下関担当さんありがとうございます。9位ボウさんありがとうございます。8位オラさんアットレア姫の天神にさんありがとうございます。7位森安さんありがとうございます。6位安倍貞さんありがとうございます。5位滝安アットおめでとう、微力ながら力になれてよかった、ありがとうございます、ありがとうございます。4位ジェイソンさんありがとうございます。3位つぶなおさんありがとうございます。2位 HKT 超絶おじさんありがとうございます。1位ゆうさんありがとうございます。どうもありがとうございました。ということで今日は短めの配信だったんですけど、来てくださった皆さんありがとうございました。ということでちょっとありがとうございました。来てくださってちょっと最後だけありがとうございました。改めて2位ありがとうございました。ということで皆さんゆっくり休んでください。ありがとうございました。ありがとうございました。